香上智久友です。台湾で20年暮らす日本人が、その間に台湾で独特な面白い文化を発見しました。皆さん知ってますか？台湾の観光スポットは台北101ナイトマーケットの他にも、あなたを美しく変えてくれる魔法。心配だわ。うまいうまい、才能があるね。健康を保つための秘訣、耳垢がいっぱいあるよ。こんなに本当になんか怖い感じとくすぐったい感じが一緒にします。すっきり快適にしてくれるサービス。うわ、あ、これが台湾式シャンプーですか？え、これは何の形ですか？はい、これアイスクリーム。アイスクリーム。海外からの観光客が必ず訪れるという特別な経験、知りたくないですか？今日も僕と一緒に絶対台湾で調べに行きましょう。日本ではスキンケアを大変重視し、スキンケア用品も多く開発されています。ハイテク美容機器なので、日頃から若さを保つ努力を惜しみません。ただ台湾ではたった2本の線だけで、あなたの肌をもちもち肌にしてくれるところがあるそうです。一体これって本当なんでしょうか？それでは早速調べに行きましょう。すいません、ちょっとよろしいですか？この辺に2本の線を使ってスキンケアをしてくれるところがあるって聞いたんですけども、ご存知ですか？それ産毛抜きでしょ。台北にいっぱい支店があるわ。じゃあそれは2本の線で、どういったことをしてくれるんですか？顔の産毛を取るんです。わかりました。ちょっとわかったのは、その2本の線を使って何かスキンケアをしてくれるってことなんですけども、まだはっきりどういったものかわからないので、もうちょっと聞いてみましょう。すいません、ちょっといいですか？いいですよね。この辺に産毛取りで有名なお店があるって聞いたんですけども、ご存知ですか？ああ、わかります。その、産毛取りのする時間というのはどのぐらいかかるんですか？1回に30分ぐらいね。それ痛いですか？いいえ、全然痛くないわよ。気持ちいいですか？最高よ、最高。失礼ですけど、今おいくつですか？秘密。そうですか？もう70になるわ。それはどこですか？どこ？はい、そこを右に曲がってすぐよ。あ、ここをまっすぐ行って、はい、そうそう、右に曲がって、はい、そこから右に曲がって、左ですよね。そうです、はい、わかりました。はじめまして、ちょっとよろしいですか？どうぞお書きください。台湾ではその2本の線だけでスキンケアができるって聞いたんですけども、まだちょっとよくわからないんですけども、教えていただけますか？基本的にはこの太い糸と細い糸に分かれます。もともとは1本の糸で、これを2本に分けます。テコの原理でこうすると2本になります。1本の糸が2本になるのです。テコの原理です。この口が動いて、この毛を抜いていきます。こう回転します。このように回転を続け巻いていきます。じゃあまずはどこから始めたら、どこから始めますか？まず顔にシャンフェンを塗ります。これは角質を除去します。産毛を抜いても滑り落ちません。第二に美白効果があります。ちょっと僕もこれ聞いたところによると、大理石の粉って聞いたんですけど、なんかちょっとすごいいい香りがしますよね。これってどうしてこの香りがするんですか？これは天然の粉です。花蓮で採れる白い大理石を磨いて粉にしたもので、天然のものなんです。何の副作用もありません。じゃあこのいい香りは何の香りですか？これは私どもで加えた香りです。天然の花の香りを加えました。心地よい香りで、お客さんは一層リラックスできます。この粉を均等に塗ったら始めます。これからまさにその産毛取りが始まるんですけども、
なんか本当に粉を塗った後もどこに産毛があるかっていうのはわからないですね。本当にあるんですか？この生え際のあたりに多いですね。それからヒゲの部分にも、ここにもたくさんあります。そこは全然わからないですよね、はい、お手本を見せましょう。このようにほら、これをこのように置きます。一本の糸をこのように回します。内側に向けて 1,2,3,4,5,6 で親指を入れていきます。平たく、はい、 1,2,3 これで結構です。これで変わりました。これでこう挟んで抜いていきます。大変綺麗です。ほら、ここが違うでしょ。ここが白くなりました。本当にその糸で挟んでその産毛を切るような感じなんですけども、本当に多分毛根から抜いてるらしいです。全部産毛です。ご覧なさい、全部産毛です。これって顔一つ、一人の顔を終わらせるのにどのぐらい時間かかるんですか？我々は慣れていますから、眉毛の手入れも含めて20分から25分ぐらいです。じゃあ産毛取りをやって特に痛い場所っていうのはありますか？髪の毛のあるこの辺りがちょっと痛いわね。他は大丈夫よ。この産毛取りはどのぐらいの期間で1回やったらいいとかってあるんですか？我々の皮膚は28日ごとに1回新陳代謝が行われます。第二に人の産毛を根元から抜くと15日から18日、20日ぐらいでまた生えてきます。少し伸びたところで抜くと毛穴が広がらず収縮を続けます。産毛を抜くと毛穴は収縮し、再び毛が生え伸びてきます。半分ぐらいまで伸びた毛を抜けば毛穴は収縮していきます。これだけの効果があるのです。じゃあ男性のお客さんもいたりしますか？今は大勢の男性が来ます。産毛を抜いた後は表情が輝いて見えます。表情が良くなると仕事運が上がります。うちで産毛を抜くと運気が上がります。じゃあ若い人が多かったり、年齢が上の人が多かったりとか、そういうのもありますか？いらっしゃいますよ。うちの最高齢は73歳です。この男性は第二の青春として女性との交際を希望しており、ハンサムになりたいそうです。73歳です。若い人では17、8歳ですね。彼らはニキビがあります。ニキビの原因の一つは毛穴が塞がっていることです。ですから産毛を抜くとニキビの成長が抑えられます。そしたらこの産毛取りなんですけども、どのぐらい勉強したらできるようになります？一人前になりますか？半年から1年ぐらいです。眉毛の手入れが含まれます。眉毛の手入れの良し悪しは重要です。お客さんがまた来てくれるかどうかは眉毛の手入れと深く関わっています。手入れが悪ければ二度と来てくれません。痛みも原因の一つです。産毛を抜く技術も重要です。毛の向きに沿って抜きます。逆方向に抜くと強い痛みを感じます。ちょっと僕も試してもらってもいいですか？いいですとも。毛がないんですけども。はいはい、この手にしましょう。あなたは産毛が少ないので足の毛を抜きましょう。足の毛でやってみましょう。大丈夫、大丈夫です。このように、そうそう、大変効果があります。じゃあ足でお願いします。そうそう、ずいぶん違います。初めにやるのが毛の向きに沿ってる、これが毛の向きに沿って引っ張ります。ちょっと待って、向きを変えよう。はい、座ったままで結構です。座って、ちょっと待って、あなたの手は何してるの？おお、2014年、15年、16年、17年、18年とこんなに長い間台湾旅行絶対体験すべきの観光スポットということなんですけども、日本の雑誌にも、有名な雑誌ですね、紹介されていて、
シャンプーだけじゃなく、このヘッドスパからこのマッサージまで、すごい本当に気持ちのいいところに入って、本当リラックスできます。え、じゃあこれは、これからは何ですか？台湾式は座ってシャンプーします。台湾式座ってシャンプーをするそうです。ああ、分かりました。分かります。本当にあの毛向き、その毛の向きにあのうまく沿わせてやってると全然痛くはないんですけども、その毛の向きと逆にやるとやっぱりチク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 って痛いのが分かってきて、分かります。あ、すごい、全然違います。うん、え、じゃあ僕もやらせてもらっても大丈夫ですか？いいですよ、どうぞ。はじめにまずこれを、はい、どんな味がしますか？これは噛みやすい。こう結んで一塊にします。え、口の中で結ぶってことですか？そうそう、歯の上で噛むと滑りにくい。そうそう、滑りにくいです。次はこの手。はい、はい、先にこう噛んで結びます。この手を伸ばして、そうそう、3本の指を出し置いてから手前に向けて、そう、6回回して、そう、続けて3、4、5、6、親指を入れてこうして、そう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 、うまいうまい。さあ続けて3回回して、1、2、3、はい、あなたはうまいですね。ここを押さえて、そう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 。じゃあ始めます。ごめんなさい、よろしくお願いします。心配ですか？心配だわ。うまいうまい、才能があるね。頭を後ろに倒す。さあさあ、後ろに、さあさあ、押さえながら頭を後ろに倒す。わかるわ。ありますか？わかります。でもなんかその頭を使って後ろに引くのと、手を使って前に押すんですけども、なかなかあの難しくって。本当にあの毛をちゃんと噛んでるのかもわかんないし、なんかちょっとね、糸が当たってあの白い粉が落ちますけど、いや全然抜けてないような気がします。わかりましたか？わかった？ちょっと大丈夫だと思います。今度、はい、また挑戦したいと思います。十分な才能がありますよ。覚えが早い、大したものです。やっと僕の番になりました。これから、先生に産毛取りをしてもらいます。よろしくお願いします。例えばあのこの産毛取りなんですけども、あの向き不向きっていうか、向いてない人もいるんですか？例えば皮膚が特に敏感な人や皮膚の赤い人には向きません。またニキビの多い人や症状が深刻な人、それから皮膚病の人、この3つに当てはまる人には合いません。ヒゲの生えてる人とか大丈夫ですか？洋風通だ。男性のヒゲは抜きません。我々の伝統的な習俗文化では男性はヒゲを抜くことができません。ヒゲを抜くと腎臓に影響が出ます。あなたの人相は素晴らしい。額が突出して高い。しかしわずかだがここに角がある。あなたの心は善良で人柄も良い。それは額の形が善良タイプだからです。ですから商売には向きません。商売をしたら損をするでしょう。あなたは心が綺麗だから人との駆け引きを好みません。すごいあの面相とか
見られるんですけど、これも勉強されたんですか？うん。日本へ看那个面相、是不是有学过？二十歳の頃に始めました。女性と付き合いたくて勉強したんです。以前の私は内向的で人と話すのが苦手でした。女子学生と話せるようになりたいと思い人相学を学んだのです。学び始めるとこれが面白くなり、コツコツ研究を重ねて30数年になりました。30年余りのキャリアです。人相は大変重要です。人相はその人の個性を代表し、その個性は人生の結果の 60% を占めます。ですから人相には表情が大切です。額、眉間、鼻の下、この3つは非常に重要です。たやすく成功した人は額が綺麗です。額が狭すぎるのは人脈の狭さを示します。じゃあそれってもともと形が悪い人もそのこの産毛取りでその運気を変えられることっていうことですよね。そういうことです。産毛取りを体験して運気が変わったため再び来られます。みんな一回産毛取りをした後、以前と比較していました。自分は産毛を取る前と取った後にどんな変化があったのだろうかと。そして確かに変化があったので続けて来られます。聞いたところによると、その産毛取りで一人の人の運気を変えられるそうです。とこちらの先生は台湾で一人目のその産毛取りと面相を、ミックスさせて、成功させた方だそうです。本当にね、もう話を聞いていると、本当にいろんな成功した人も、いるそうですし、本当僕も今日この産毛取りをした後にどんな運気の変化があるかすごい楽しみです。目を閉じてください。ちょっと生え際、ここのところはちょっとやっぱ毛が太いので、ちょっとやっぱ抜くときは痛いですけど、下の方はね、本当にもう普通の産毛のところは全然なんていうんですか、抜いてるのは多分わかるんですけど、全然痛いっていうのはないですね。はい、産毛取り終わりました。ね、ちょっと実は僕台湾に来たばっかりの時に一度産毛取りやってるんですけども、その時はすごいもう痛い思いしかなかったんですけども、今日はね、まあ例えばこういう生え際だったりとか、ちょっと毛の太いところはちょっと痛みを感じたんですけども、普通のこういうところには全然痛みを感じませんでした。でしかも産毛を取る、それだけではなく、まあこの形を変えてもらったりとか、眉毛の形を整えてもらったりとか、本当に面相学とその一緒に考えられていて、まあ、本当にこの産毛取りが終わった後に運気がアップするっていうのも、なんか話を聞いてすごい納得できた思いがします。で価格もこの1回、20分から30分なんですけども、250元から、350元の間、すごいお手頃な価格で、すごい気軽に皆さん楽しんでもらえると思いますので、ぜひ台湾に行った時は産毛取り挑戦してみてください。日本と台湾文化の違い、産毛取り文化。伝統的な社会では結婚前の女性は産毛取りができません。ただ結婚式の前日、家族の年長者の女性に頼んで産毛取りをしてもらいます。それはお嫁さんのおでこが光り輝くと嫁ぎ先の運気も上がるからと言われています。その産毛取りが終わった後、その年長者にはお礼を渡しますが、その費用は男性側が負担すると言われています。産毛取りの間は女性は痛いと言ってはいけません。というのも、美しい未来の結婚生活を壊さないようにするためです。日本ではほとんどの美容室が横になってシャンプーをしますが、台湾では座ってシャンプーをするサロンもあるそうです。
多くの日本人がこぞって体験しに来る台湾の観光スポット、座ってシャンプーをする。一体どんな魅力があるんでしょうか。見に行ってみましょう。見てください、2014年、15年、16年、17年、18年とこんなに長い間台湾旅行絶対体験すべきの観光スポットということなんですけども、日本の雑誌にも、有名な雑誌ですね、にも紹介されていて、あといろんなところに日本語があるんですけども、見てください、こちら雑誌も日本の雑誌ですね。まあこれもやっぱり日本のお客さんが多いってことだと思うんですけども、こっちも日本語ですね。でいろんなヘアスタイルが載ってるんですけども、ではちょっと早速中を覗いてみましょう。ここには台湾式シャンプーって書いてあるんですけども、一体台湾式シャンプーどんなシャンプーなんでしょうか。日本のシャンプーとどう違うのか見ていきましょう。お店の中はすごい非常に明るくて爽やかな感じですよね。で今ちょっと価格表を見せてもらってるんですけども、そこに台湾シャンプー書いてあるんですけども、ちょっとね内容を見るだけではどこが台湾式シャンプーかっていうのはちょっとわからない。まあ普通にマッサージ、あとスパ、シャンプー、トリートメント、ブロー、まあこういったコースがあるんですけども、ちょっとまだこれがどういったのが台湾式シャンプーなのかわからないんですけども、他にもちょっと珍しいのが美容室なのに足裏マッサージができる。これもすごい。これが台湾マス、なんかなんですか、台湾式シャンプーということなんでしょうか。ちょっとまだねわからないんですけども。ちょっと早速聞いてみたいと思うんですけども。こんにちは。シャンプー。こんにちは。シャンプー。日本語を話せるんですか。ちょっと。ここでは台湾式シャンプーができるって聞いたんですけど、台湾式シャンプーっていうのはすごい外国の方に人気があるんですよね。うん、そうそうそう。じゃあ一番多い時で1日に何人ぐらいですか。大概30、40人。そしたら本当に朝から閉店までずっと台湾シャンプー、台湾シャンプー、台湾シャンプーですか。うん、そう。大変ですね。メニューには日本語の他に韓国語が書いてあるんですけども、うん、日本人の他にも韓国人のお客さんだったり、いろんな国のお客さんが来たりするんですか。はい、いらっしゃいます。シンガポール、香港の方などです。みんなシャンプー体験を希望されます。1日30人から40人もこんなに多くの人が体験したがる台湾式シャンプー、しかも韓国、香港、シンガポール、いろんな国から来るそうです。本当に一体台湾式シャンプーどんなものなんでしょうか。早速体験してみましょう。そうします。はい、じゃあ日本語はどこで勉強したんですか。先生に来ていただいて基本的な接客用語を習いました。今始めたこれは今ヘッドスパ。ヘッドスパ、うん、じゃあこのヘッドスパはだいたいどのぐらいの時間ですか。ヘッドスパ大概15分。そしたらこのヘッドスパをすることによって何かどんないいことを、なんかどういう効果がありますか。角質を取り、マッサージをして頭皮を和らげます。痛くないですか。はい、大丈夫です。すごいちょうど力の揺れ具合も気持ちよくって、すごいなんか本当にツボに入っててすごい気持ちがいい。よかったね。でもあれですよね、こうヘッドスパをすると頭皮の血行が良くなったりとかして、まあ、ちょっと抜け毛とか気にしてる人にもすごいいいっていう効果があるんですよね。ヘッドスパをすると違います。角質が厚すぎると毛嚢に油脂がたまり毛嚢が塞がってしまいます。すると毛が抜けやすくなってしまうんです。なので定期的な角質ケアは頭皮にとって良いことなんです。抜け毛を防いでくれます。普段自分でまあシャンプーとかしてても
そこまで綺麗にはならないってことですよね。綺麗にしようとしてもシャンプーが行き渡らず完全に綺麗にはなりません。今は大気汚染の影響などで男性の場合は整髪料を使うことがあります。そうすると間接的に頭皮の呼吸に影響し頭皮を塞いでしまうのです。やっぱりね、男性とか普段自分で頭洗ってもそこまで綺麗にならなかったりするんで、やっぱりこういうところに来てやっぱ専門家の人にシャンプーとか、マッサージとかしてもらうとすごい綺麗になるんで、ちょっと抜け毛の心配のある方は、こういうところに来て本当に頭皮のクリーニングマッサージをしてもらった方がいいと思います。今度は何が、これは何が始まるんですか？肩と首のマッサージです。日本でも結構マッサージをしてくれるところもあるんですけども、ここまで念入りにマッサージをしてくれるところはないんですけども、これが台湾式シャンプーの一部なんだそうです。本当にね、シャンプーだけじゃなくそのヘッドスパからこのマッサージまですごい本当に気持ちのいいところに入って本当リラックスできます。じゃあこれは これからは何ですか？今シャンプー。シャンプー台に行って横にならなくて大丈夫なんですか？台湾式シャンプーは座ったままで行います。台湾式座ってシャンプーをするそうです。これが台湾式シャンプーですか？そうですね。これはちょなんか 猫のスタイルみたいですね。見てください、ハートができました。今度泡を違った使い方をして恐竜を作ってもらいました。多分すごい細かい泡じゃないとここまでプルプルした。分かりました。リボンができました。台湾式シャンプーは座ったままで行います。台湾式座ってシャンプーをするそうです。泡が落ちてきたりとかしませんか？技術がしっかりしていれば落ちません。普通日本の美容室だったら、仰向けになったりして横になってシャンプーをすることがあるんですけども、そういう時って割となんか何ですか、唾を飲み込んだりするのが引っかかったりとか、ちょっとなんかね、ごっくんとかっていうのが恥ずかしくってなかなか唾を飲み込めなかったりするんですけども、なんか本当に座ってるともう普段の生活通りのなんか会話もできたり、その呼吸もすごい楽なので、本当に初めて体験しますけども、本当に何ですか、すごい 楽ですよね、やられてる方も。でこれは2回目ですか？はい、そうです。本当全然泡も落ちてこないし水も全然垂れてこないんで、本当に技術が良いということですよね。上手です。はい。なんで2回洗いをするんですか？最初の泡は汚れているので2度に分けて洗うんです。これが台湾式シャンプーですか？そうです。これは何の形ですか？はい、これアイスクリーム。これでみんな写真を撮って、SNS にアップしたりするんです。そう。これはちょっとなんか 猫のスタイルみたいですね。じゃあこのスタイルはどのぐらい、いくつぐらいの数ができるんですか？5種類から7種類ぐらいです。髪の毛の長さによります。そしたら長ければ長いほどいろんなスタイルができるってことですよね。ええ、髪が長ければバラエティに富みます。見てください、ハートができました。なんかちょっと今回は
泡を違うように使ってるんですけども、と今度泡を違った使い方をして恐竜を作ってもらいました。どうですか？すごい、本当にあの泡がプル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 してるんですよね。多分すごい細かい泡じゃないとここまでプルプルしたあの泡ができないと思うんですけども、本当にあの何ですか、日本の女性が本当にこぞってここに体験しに来るのが分かりました。本当につまんない、あの本当にね、いつもシャンプーしてると眠くなるんですけども、今回は全然眠くもならなくって、もう本当にずっとずっと写真を撮りまくって終わったような気がします。わー、分かりました。リボンができました。はい、シャンプーが終わりまして、ちょっと気持ちよかったんですけども、本当にね、あの皆さん、修行というか練習を、まあ、何ヶ月何年もされているんで、本当にシャンプー難しそうだったんですけども、それと同時に見ていてすごい面白かったので、ちょっと僕も挑戦させてもらいたいんですが、今日は普段、まあ、お客様のサービスで疲れているオーナーさんに犠牲になってもらって、僕に、シャンプーをさせてもらいたいと思います。それではよろしくお願いします。3、4、5、あ、はい、5回シャンプーを。あ、水、え、もう水ですか？先にシャンプーを。じゃあよろしくお願いします。それから水を少しずつ加え手で泡立てます。そうそうそう、その調子。そう、でも髪の毛が前に落ちないよう注意して、ずっと揉み続けてください。いや、この水が落ちないようにするのはすごい大変で、水がいつも滑って落ちちゃうんですね。え、これから続けて水を加えて、頭頂部から側頭部に少しつけます。ごめんなさい。はい、水を少し足して。いや、本当にね、あの髪の毛が、まあ、人の髪の毛を洗うってことはないので難しいなと、この長さと、あと何ですか、水が、かかったら悪いっていうので、本当になんか水を足すのも少しずつしか足せないんで、本当にこの部分しか全然洗えてないんですけど、全然泡も、起きないですよね。もっと水を足した方がいいんですか？シャンプーはもっと水を加えて泡立てないと。まだ洗えません。私が先に泡立てます。その後で体験してください。この方がやりやすいでしょう。なんかあの僕がこの泡が全然起きないので、ちょっとダメ、失格だそうです。ちょっと泡だけでもちょっと起こしてくれるそうなので、お願いしたいと思います。すいません。あ、なんか、え、こんなにすぐ泡が立つもんなんですか？全然さっきやってる時はなんかね、本当にあの水がかかったら怖い、悪いなと思ってちょっと怖がっちゃうんですよね。そうすると、あと髪の毛をちょっと引っ張っちゃったらそれも悪いかなと思って、あんまり髪の毛を多くつかめなかったりもして、ただもう本当にこんなにすぐ泡が出るなんてすごい不思議ですよね。ちょっとね、力もちょっとね、加減をしないといけないんで難しいんですけど、ね、ちょっと女性の髪の毛を引っ張る感じがしてごめんなさい。耳垢がいっぱいですよ、こんなに。本当になんか怖い感じとくすぐったい感じが一緒にします。じゃあ先ほどの、スタイリングの他に何か他にもまだできるんですか？例えばまだこれ泡が結構残ってる状態なんですけども、
韓国の宮廷の女官のような頭が作れます。こうして半円形に、そうそう、ゆっくり開いて。韓国の宮廷の女官みたいでしょ。はい、これ最後 のスタイルなんですけども、ちょっとなんか本当に古代 の韓国の昔の女性の髪型みたいになっちゃったんですけども、本当にね、あの泡を立てるところからすごい難しくって手伝ってもらったんですけども、あのスタイリングのところは結構ね、僕も楽しんでいろんなスタイルができたと思います。本当にでもまあこれは修行が必要なので、まあ、皆さんあの家でやるときは、まあ、お風呂なんとかでちょっと簡単にできますけども、本当にこういうすごいびっくりするようなあのスタイルを楽しみたかったら、ぜひこちらに来て体験してみてください。はい、実は僕20年いて、今日が本当に初めての台湾式シャンプーだったんですけども、本当にヘッドスパ、マッサージ、それから泡で作るヘアスタイルなどなど、本当に初めての体験でびっくりしました。本当にね、そのマッサージとかも本当にプロフェッショナルな熟練された技術でリラックスできたり、その泡で作るヘアスタイル、まあ、写真など撮ってね、すぐ SNS にアップしたりとかして、すごい楽しい時間が過ごせました。で、見てください、実は、日本の芸能人の方もたくさんこちらに来ているそうです。なので次回台湾に来た時には、こちらプライベートな空間で台湾式シャンプーを楽しんでください。日本と台湾、文化の違い、洗髪文化。昔から言い伝えられているおばあちゃんの洗髪の秘宝ですが、実は豚の胆汁を使うそうです。豚の胆汁って聞くとちょっと怖い気もしますが、実はこれ研究の結果、胆汁に含まれるビリルビンとコラーゲンが髪の毛の酸化を防ぎ、髪の毛を洗うごとに健康にしてくれるそうです。なので次回台湾に来た時に、豚の胆汁を加工しエッセンシャルオイルを加えた昔からの秘宝で作られたシャンプーを見かけてもびっくりしないでくださいね。日本台湾関係なく昔から存在する耳掃除、日本では和服を着た女性が耳掃除をしてくれる耳掃除サロンなどがあるそうです。台湾では7代顕彰の耳掃除師がいるそうですが、その技術はるか海を越え、わざわざ海外からそのサービスを受けにやってこられる方もいるそうです。どんなすごい技なんでしょうか。早速見に行きたいと思うんですが、実はこちらがその耳掃除専門店です。なんか見たところによると、ちょっとしたあの小さい診療所みたいなんですけども、すごい専門的ですよね。で、こちら見てください。こちらには耳垢がたまると、まあ、毒素が発生し中耳炎や、まあ、耳の病気になりやすいということが書いてあるんですけども、実は耳垢にもそのウェットとドライ2種類があるそうですね。実はこれ僕も聞いたことなくて、自分で耳掃除した時には、まあ、時々なんかちょっと今日は湿ってる、まあ、シャワーを浴びたからちょっと湿ってるのかなと思ったりしたんですけども、実はこういう違いがあるそうです。ちょっとこういうのも含めていろいろ早速聞いてみたいと思います。では、トモさんはだらしない男で、普段は全然清潔に注意しません。耳垢も指で適当で取るだけ。そうすると耳の奥にだんだん多く溜まっていましたが、彼は全然気がついていませんでした。ただよく耳がかゆいなと思っています。しかし最近彼はあんまり聞こえなくなり、その上視界もますますぼやけています。耳垢が長期的に耳道内に溜まると毒素になり中耳炎になりやすいだけではなく、視覚神経にも影響を与えるからです。ひどくなると脳内神経組織も影響を受けます。ではどうすればいいでしょう。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。耳掃除をされてもなんか7代目って聞いたんですけども、何歳ぐらいから始めてるんですか。10歳の時です。15歳で仕事を始めてもう45年になります。45年、すごい、もうあのベテランの域を超えてるんですけども、じゃあ、日本人のお客さんっていうかもうよく来るんですか。ほとんど毎日です。耳掃除の器具みたいなものはどんなものを使うんですか。これらです。これは毛取り用、これは耳垢取り、
これは耳垢を挟むものです。これは仕上げ用で他の汚れなどをかき出します。あ、なんかね、すみません、これは結構日本でも子供の時見たような感じがするんですけども、ちょっとお伺いしますが、僕でも結構綺麗に耳掃除をしてるんですけども、耳垢ってあると思いますか？ありますよ。少ない人もいれば多い人もいます。シンガポールや香港の人は多い方で大きな耳垢が取れます。これ耳垢ですか？ええ、一部は耳石です。こんなに黄色いと聴覚に異常が出て聞きにくくなります。こんなに本当にこれが耳に入ってるなんて全然信じられないんですけども、これって色が黒かったりするのもなんか同じ耳垢なんですか？黒いのは耳石です。耳石があるとひどく痛み、除去が困難です。さっき外にも書いてあったんですけど、その耳垢にはその乾燥しているものとちょっと湿っているものがあるって言ったんですけど、どっちの方が多かったりするんですか？乾燥した耳垢の人の方が多く、湿性の人は10分の1程度です。僕は結構きれいにしているんで耳垢ないと思いますけども、早速見てもらいましょう。はい、それでは早速始めてもらいましょう。お願いします。うわあ、耳垢がいっぱいあるよ、こんなに。うわあ、耳垢がいっぱいあるよ、こんなに。なんかすごいたくさんあるって言われたんですけども、僕も4日ぐらい前に自分で綺麗にしたんで絶対そんなことはないと思うんですけども、本当ですか？今に撮ったらわかるよ。全然信じられないんですけども、じゃあお願いします。これは今何をしてるんですか？削りです。あー、耳の毛を剃ってるんですね。先生気持ちいいよ。はい、なんかもうちょっとくすぐったいです。奥の耳垢はドライですか、それとも湿ってる方ですか？乾いてるよ。さっきその耳の毛を切っ、なんか剃ってる時はちょっとくすぐったかったんです、だったんですけど、なんか今多分ちょうど何ですか、機材で耳垢を剥がしてると思うんですけども、それもなんかちょっと何ですか、金属の冷たい感じが耳の中に当たって、ちょっとね、あまり結構自分で耳を掃除するときはどのぐらいまで入れてるってわかるからいいんですけど、人にやってもらうとその耳の中にそのどれだけ入ってるかがわからないんで、ちょっと本当怖い感じがしますね。それでいつもずっと耳の中でゴリ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 聞こえてるんで、本当になんか怖い感じとくすぐったい感じが一緒にします。例えばこの耳掃除はどのぐらいの間隔でやった方がいいんですか？1ヶ月に1回ぐらいだね。3ヶ月に1回。このような頭なら健康だ。本当に痛いとかじゃなくって、なんかでも奥まで本当に入ってくるんで、ちょっとね、本当に怖い感じの方が強くて、それとあとちょっとだけくすぐったい感じがします。なんかね、本当にもうちょっと奥にいたら脳みそについちゃうような感じがして、なんか本当にいつでも殺されちゃう感じがします。じゃあもし僕その3ヶ月後に全然耳掃除しないできたら、もっと大きいのを取れるってことですか？そう、もっと大きくなるよ。取り除かないと聴覚神経に影響するね。目も赤くなるし、脳神経にも良くないね。先生、OK。はい、ありがとうございます。見てごらん、自分の耳垢を。OK よ。長いこと耳掃除をしてなかったね。何年も溜まった耳垢だよ。いや、本当4日ぐらいなんですけど、
金のミスター色が暗いから、いや信じられないですけどこんなに大きい耳垢が取れました。しかも、まあ、これだけじゃなくてこんなにたくさん詰めたらすごい数になると思うんですけども、もう本当にね、あの耳掃除とかって結構プライベートなことで、まあ、小さい時に、まあ、お母さんやおばあちゃんに耳掃除をしてもらってから他の人に耳掃除をしてもらったことはないんですね。まあでも今回これだけ耳垢が取れてすごいびっくりしたんですけども、まあね本当に今すごい何ですか、耳の中もすっきりして、えなんか本当に生まれ変わったようなすっきりした感じがあります。ね、本当先ほども言われたように、まあ、3ヶ月に1回、まあ、1ヶ月に1回でもいいんで専門的な耳掃除をして、まあ、自分たちでやっちゃうとねどうしても傷や下手になんか奥に耳垢を詰めちゃうんで、そういうのが危ない、まあ、病気の元になってしまうので、それを考えたらね本当に1ヶ月に1回3ヶ月に1回でもいいんでこちらに来て耳掃除をしてもらったらいいと思います。